こんにちは。今回は我が家のキッチン収納をお見せします。キッチンはトクラスベリーです。我が家のキッチンツールや食器を選ぶ条件は、食洗機対応のものを第一に選ぶようにしています。 1,2,3,4,5,6,7 7つの引き出しごとに紹介していきます。それではスタートです。まずはシンク下からのご紹介です。主に水回りで使うボウルやザル、あとサラダスピナーを収納しています。また、もともとトクラスキッチンについていた収納を使ってよく使うキッチンツールを下に収納しています。で、下段にはお掃除グッズなどが収納されています。こちらには普段使わない鍋とかガスコンロとかガスボンベを収納しています。こちらのコストコのラップみたいなのはあまり使い道がわからないので、どなたかにあげようかなって思ってます、親戚とかで。あとこちらのスケールとタブレット洗剤も使いやすさ優先でしまってます。こちらに AEG の食洗機があります。タブレットを洗剤を毎日一粒入れて食洗機を回しています。二人暮らしで1日の終わりにはいっぱいになるので、60サイズにしてよかったなと思います。リフトが AEG の特徴ですかね。 AEG の食洗機の紹介も今度したいなと思ってます。この60サイズの海外食洗機にしたせいで、トクラスのベリーだと横の棚が引き出しではなく開き戸タイプになってしまいました。引き出しだったらここにオリーブオイルや重たい調味料を入れたかったのですが、それができなくなってます。一応調味料系を収納していますが、ちょっと取り出しづらくてあまり活用できていないゾーンです。下には特約機だけが収納されてます。我が家のキッチンはグリルレスにしたので魚焼きを潰して収納になっています。こちらはカトラリー類がメインに収納されています。グリルレスにしても減額にはなりませんでしたが、使い勝手に満足しています。こちらはピーラー、危ないので独立させてこちらに置いてます。6番目の引き出しには鍋やフライパンが収納されています。少し前から使っているタワーのフライパン、土鍋、豚用スタンドを使って我が家で使う4種類の全鍋を収納しています。こちらにはよく使う調味料があります。こちらは無印のファイルボックスを使って
ます。でこちらはフレッシュロック、よく使う、こちらも調味料を収納しています。でこちらの隙間にはこの無印良品とセリアで購入してる袋留めクリップとパストリーゼとニトリの油跳ね防止ネットをここに収納しています。こちらは予備の収納になっていて、これは処分検討中のおろし器、スプレー缶のゴミ、ウェットシートの草のストックがあります。造作で作っていただいたカップボードの中をご紹介します。ここは整理できていないのですが、ゴミ袋ゾーンになっています。あまり不便を感じていないのと、収納グッズを増やしたくないの上でこういう形になっていますが、なんとも残念な場所ですね。ちょっと改善の余地ありかもしれないです。こちらの下には50センチの葉っぱを作ってもらって、そこにクートのダストボックスを2つ並べています。こちらにはグラタン用の大皿、サラダとかにも使えるガラスの食器と、イッタラのボウルと、イッタラのティーマ、15センチ、17センチ、21センチがあります。イッタラはどちら私が落としても割りづらく、海外食洗機とも相性が良くて水切れがいいのでもう気に入っています。もうちょっと大きいサイズも欲しいぐらい。こちらには肉じゃがとか大きなものを作った時に乗せる深皿1枚と、あと丼物とかカレーとか、ニトリの丼と、いわきの保存容器があります。こちらは住宅グリーンポイントで交換しました。こちらにはよく使う食器が収納されています。お茶碗は炊飯器の近くに収納できています。こちらは予備のストック置き場で、現在はキッチンカーからいただいた大量の黒ウロン茶パックがあります。でまた時期によっては無印良品の食料品などがストックとして並びます。こちらはセリアで本日キャンプ用に買ってきた器たちです。これは全て食器洗浄機乾燥機で使用できますって書かれていたので、こちらを購入してみました。こちらはコーヒー、こちらには乾物のストックや洗剤のストックを収納しています。こちらのオクソのポップコンテナは、アパート時代は米びつとして使っていたんですけれども、今はパスタの収納使っています。こちらはちょっとお見せするのが恥ずかしいのですが、カップ麺とお菓子の収納がメインになってます。あとふるさと納税でもらったお米
束がありますあえて低めに設置した戸棚の左側は夫のお弁当箱や水筒右側にはコップ類が並んでいます。開き戸ではなく引き戸にしたことで地震の時も勝手に開くことがなく安心です。以上私たちのキッチン収納のご紹介でした。今回もご視聴ありがとうございました。私が下手なナレーションをする理由が2つあります。1つは家事などをしながらでも動画を楽しんでほしいからですが、2つ目の理由として音読がリハビリになるからです。私もこの病気、脊髄症の変性症になる前はもっとハキハキ話せていたし、自分の声も嫌いじゃなかったし、お笑いが好きだったのでタイミングよくボケたり突っ込んだりもできていました。しかし今は正直惨めで情けないです。だからこそこうして発音に気をつけて音読をして少しでも私の言葉が伝わればいいなと思っています。本日も最後までご視聴ありがとうございました。どなたかのお役に立てれば嬉しいです。